UTY アナウンサーの小島勝です。3月28日水曜日の山梨マジン、今回はこちらの和太鼓アンサンブルの飛田邦秀さんをご紹介いたします。飛田さんはプロの演奏家として国内はもとより、そして海外でもコンサートを行っていらっしゃるんですね。飛田さんは父の影響で和太鼓を始めました。そして故天野仙さんの教えを守りながらプロの道を歩んでいるわけです。そして飛田さんはその一方で和太鼓のさまざまな可能性というのも探っていまして、例えばファイヤーパフォーマンスといったものとのコラボレーションなど、いろいろなアイデアを考えていらっしゃるんです。このアラハンがどんなその和太鼓の世界をこれから見せてくれるのか非常に楽しみです。詳しくは3月28日水曜日の夜6時55分からの山梨イマジンをご覧ください。